やほー、あたいだよ。ゲームやるわよ。あたいが主役のゲームを見つけたのよねー。進めてみてやろう。さてさて、もう、大ちゃんだ。うお、美少女。ってなんだ、あたいか。おてんば恋娘のアレンジもいい感じねー。ってことであたいがやるあたいのゲームはこちら。東方アイスフェアリー勇者キー。今年の春に英語版が出たばっかりの新作なのよねー。日本語対応はまだ体験版にしかないのが残念なんだけど。何を隠そうこのあたい、英語が読める。みんなが手を出せないゲームをやれるってわけ。あたいったら本当に、オープニング。昔々、霧の湖にお姫様が暮らしていました。誰だろ、吸血鬼の姉ちゃんかな。お姫様は魅力的で美しく、心の優しい方でした。わーい、大ちゃんがお姫様だ。忠実な氷の勇者がいつもそばで守っていました。ふふん、あたいはこうでなくっちゃ。ところが、おっと、文字通り雲行きが、お姫様は悪く怪しげな無縁の巫女にさらわれてしまったのです。大ちゃーん、ちょっと色っぽいわね。こうして、巫女を倒しお姫様を救うための勇者の旅が始まりました。わかりやすい導入。霊夢が敵なのねー。まあ、あたいが主役なら当然か。ちなみにこのゲーム、デモプレイ版は日本語対応してるのよ。さっきの無縁の巫女ってのも、デモ版での日本語訳の表現ね。このロードアイコンお姫様も日本語版では少女祈祷中ってなってたわ。さて、チュートリアルね。全体的にこのお遊戯会っぽい UI がいいわよね。歩き方、ジャンプ。OKOK。かわいいなあたい。イラスト、ちょっと照れくさいわね。うん、陰陽玉だ。白黒色って逆に珍しいわね。ってなんなのこれ。って敵かよ。霊夢が相手だから最初の敵がこれなのね。ゲーム画面説明って、おーおーい、こんなとこまで原作再現してるの。あたいへの愛がすごい。あ、わからない人は東方怪図鑑で検索してね。言われ慣れてるし、まあいいや。結晶マークの残機勢、スタミナゲージ、敵は右上ね。ショットで攻撃っと。勇気レベル、原作でいうパワーとゴムが一緒になった感じか。 UI や操作性は黄昏系列の原作格闘ゲームにかなり近いね。お札を歩いて避けてっと。よし倒した。ダッシュ、ダッシュ中は無敵ね。 OKOK。 目つむってパーって走れば大体のことはへっちゃらだもんね。くらい。いや、ここだ。それー、ふーん、あたいったら最強ね。あとちょっとだ、避けなくても大丈夫。ふえ、怖い。なんだ、やっぱり倒せたか。スノーフライト、上要素の入力プラスダッシュね。OKOK。空中で使えば自由に飛べる。でもスタミナゲージを消費ね。あたいらって横スクロールになると途端に飛べなくなるんだよな。でも綺麗ね、この飛び方。ダッシュで避けてもいいけど、飛ぶ方がちょん避けから長距離までコントロールしやすいね。よし倒した。これで最後か。スペルカードルールにそっくりね。やっぱり黄昏リスペクトなんだわ。ほらほら、どうしたの。飛ぶまでもないわねー。今のちょっと危なかったな。とどめ。よーし、バイバイ。ファン、姉ちゃん、ちゃん。中国の同人ディベロッパーだから、英語版でも漢字を見られるのはなんかいいね。このゲームは Steam で990円で買えるのよ。このクオリティはすでに大満足だわ。ちょっとカットするね。ごめん大ちゃん。誰だ、この強そうなフードの旅人は。そう、あたいだよ。ふう、今日の霧は深すぎるわ。湖の周りをもう随分歩いてるけど、周りが何にも見えないわね。霧の湖って本当にそうなのよねー。わかるわかる。道を間違えたわけじゃない。よね。かわいいなあたい。無縁の巫女のアジトにたどり着くまであとどのくらいなんだろう。幸先悪い感じねー。まったく、あたいらしくもない。お。やっと霧が晴れていくみたいね。っていうか水面の処理すごいね。あら、かわいい雪像じゃん。ちょっと待って。ここってあたいの家じゃない。一体どうして戻ってきちゃったの。うお、見たことあるかお。あはは。おやおや、これは傑作だわ。く、ちょっとかわいい。湖に沿って歩いていれば、そりゃ最初の場所に戻ってくるに決まってるじゃない。単純な話。まさか噂の勇者がこんなにバカだったなんて。だとなんだと、同じこと言った。あたいはキルの、最強の氷の勇者だ。バカじゃないもん。何者だお前、変な服着ちゃってさ。そうだそうだ、この変な全身タイプやろ。へへへ、あたいは巫女様きっての使い魔、クラウンピース。ご主人様からのことづけを届けに来たんだ。巫女、そ
それって無縁の巫女のこと？お？勘は悪くないみたいね。は、じゃなくても、でしょ。我に忠誠を誓え、氷の勇者よ。さすれば貴様と姫は無限の富を享受できよう。巫女様直々のお恵みだよ。こんな無意味な旅はもうやめたいな。踏んだ。あたいを説得したいならもっとマシな約束にしなさいよね。無縁の巫女はお姫様をさらったのよ。それだけでもう許せないわ。よく言ったぞあたい。ああ。だからバカだって言ってるんだ。だと？そうそう。ご主人様はこうも言ってたっけ。もしお前がご慈悲を拒んだら、それ以上の容赦は無用だってね。怖いもんかお前なんか。戦いたいなら、かかってこい。ふわぁ。なんて救いようのないバカなの。あんたみたいなグズ勇者をやっつけるのなんて、なんてことないわねえ。よしやるぞ。あ、いいアレンジ曲だわ。ピースって二次創作だとよっぴエロ要素もられるよね。さてどう来るか。スペルカード、レディーって光ったら使えるのね。わかりやすいわ。ただピースってどうしても強いイメージがあるのよね。最強は値なんだけども。痛い。やるわね。今だ。まだ半分か。レーザーを長めに引かせたらまずいってー。逃げるな。責任から逃げるな。よしまずは1枚。デスコンパス？最初の敵にしては物騒じゃない。おっと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 。逆祭逆祭。左右に振られるわねー。うわぁ、急に落ち着くな。パターンが戻ったね。そういやこのゲーム、難易度設定とかなかったな。あ、終わった。ストーリークリアしたら難易度解禁されるパターンかもね。ディープレッドストライプス。原作のフラッシュ&ストライプのオマージュっぽいね。いてえいてえ。助けてエリン。くそうくそう、漢字の薬とかないんだぞこっちは。やっぱりほぼ原作再現じゃん。綺麗ジャンプでかわす。思ったけど東方漢字伝ってやっぱちょっとおかしかったわよね。よしオーケー。ん？傷つかない。耐久スペルか。ウェイアポロ熱増設。じゃなくてムーンエクリプス。お月さんこちら冷たい方へ。来ないで。やっぱりこっち来ないで。地面を走れる隙があるだけまだいい方なんだろうな。危ない危ない。よーし。何よもう。ムーンコライド。って割には衝突してこないじゃない。スペカ使ってショット強化してるけど。おわぁ、やっぱり衝突してきた。イエーイ。ぬ。やばいあと一個。近づきすぎた。危な。焦りすぎね。落ち着くのよ、あたい。そして勇者あたい。ひんやり冷静はあたいの得意分野。やっぱりこのスペカそんなに強くはないわね。初期装備だもんね。でも結構削れた。あたいの勝利だ。妖精に最強あれ。って、こいつも妖精か。まあいいわ、巫女の手下はここに滅びた。勝利演出が処理落ちで見れなかったけど。は。びっくりした。あんた意外と体張るのね。その下に何も生えてないことは黙っててやるわ。このボロイも原作リスペクトよね。ちょっとだけ破けすぎだけど。終わりだ。お前の負けー。よく見たらこれ前面の方が破け大きそうじゃん。ははは。なんで、しかもこんなバカ勇者なんかに。だとあたいが本気になったら、誰もあたいを止められないのだ。やっぱちょっとバカそうね、我ながら。最後の力まで出し切ったのに。耐久スペル1枚じゃまだまだね。このざまじゃ、ご主人様は体操に損なうんだろうな。く、殺せ。拷問したらいいじゃない。思いつく一番ひどいことだってしたら。質問やめて。体張らないで。え？勘違いしてないか？そんなひどいことはしないよ。さすがあたい。どういう意味よ？お前はこれから先もう最強にはなれない。ちょっとのことでくじけて諦めちゃうようならね。言っとくけど前から順に訳してるからたまに統治法になるわ。無縁の巫女の住処まで連れて行きなさい。そしたらさっきのは引き分けってことにしてあげる。そう、詰まるところ。あんたはまずはじめにどこへ行けばいいかもわかってない。そういうことでしょう？そんなわけあるもんか。どっちに行ったらいいかくらいわかってるわよ。とにかく。お姫様が待ってるのよ。さあ行くわよ。へへへへ、いいよ。ついてきておいでー。
いやにへつらうんピースじゃないの。さては何か狙うんピースしてる。あーあーあーあああいつ、よくもこの値を騙したわね。無縁の巫女の使い魔、クラウンピース。彼女は勇者を森の奥深くに連れて行った後、すぐに飛び去って行ってしまいました。くそー、どうやってここから出よう。勇者が森から出る方法を考えていたその時、突然おかしな音がして勇者の考えを遮りました。勇者が音の下方に向かうと木々の開けた場所があり、その真ん中にあったそれは大きな列車を見て驚きました。こらやめろ。あたしらの列車を壊すな。勇者は酔っ払った妖精たちが寄ってたかって列車を叩いていると気づきました。誰か、お願いよ。止めて。ちっちゃなハエみたいな妖精たちなんて、初めから我らが勇者の相手ではありません。氷の勇者はいたずら者たちをいともたやすく追い払いました。助けてくれてありがとう。どうぞ列車の中へお入りくださいな。ウサギ耳の車掌は氷の勇者を不思議な列車に招き入れました。お、なんかもらったわ。やった。それにしてもあいつめー。まあでもなんか電車に乗れたし結果オーライよね。おお。バニートレイン。割とそのまんま。白ウサギ。こいつも帰り塚仲間ね。帰り道を教えてくれなかったからな。こいつ苦手。バニートレインにようこそ。うわぁ。こんな豪華な列車に乗るの、初めて。隙間のあいつが出してくる列車はボロっちいからな。この列車はウサギたちの威信がかかってるの。幻想鳥獣にもこんなものはお目にかかれないわ。あなたが助けに入ってくれなかったら、この列車も今頃トーストになってたに違いないわ。へへ、氷の勇者として、困ってる人を助けるのは当たり前よ。氷の勇者？あ、もしかして無縁の巫女と戦っているって噂の勇者様はあなたのことなのね。そうよ、あたいはチルの、最強の氷の勇者よ。あたいったらそんなに有名になってたなんてねー。うんざいわー。勇者様が私たちを助けに来てくれるだなんて思ってもみなかった。いやにへつらうんピースじゃないの。私はてー、このバニートレインの車掌よ。全ウサギを代表してお礼を言うわー。お返しに、私たちの総力を挙げてあなたの旅を手伝わせて。そんなの本当にいいの？あたいを助けたりなんかしたら、無縁の巫女はあんたたちまで目の敵にするんじゃないかしら。巫女のやつが私たちの竹林を侵略してきて、命からがら逃げ出さざるを得なくなってからというもの。私たちはとっくに腹を決めたのよ。侵略とかしてるのか。だけど私たちだけじゃ無縁の巫女の圧政には立ち向かえない。でもあなたなら、奴の絶望落もすぐに終わりを迎えるでしょうね。だからね、私たちの力をあなたに貸してもいいかしら。そこまで言うんなら、あんたたちを当てにしてみようかしら。ふん、意外といいやつじゃない。帝が仲間になった。ウサギたちにはあなたのために最高客室を用意するよう言ってあるわ。左に向かってすぐに見つかるわよ。よかったらウサギたちとも話していいわ。みんなあなたが来てはしゃいでるわ、勇者様。準備ができたら車掌室まで来て。言っておかないといけない大事な話があるの。なんだこれ、ラッキーキャロット。さて、左って言ってたわね。ウサギさん、かわいい。僕らを守ってくれたのは子供なんだってぴょん。伝説の勇者様なんだってさぴょん。でもそんな風には見えなかったけどな。し、本人が盗み聞いてるみたいだ。蹴取られるなよ。可愛くない。なんかモチモチしてる。むしゃ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 。ん？どなたですか？なんで子供がこの列車に？あたいは氷の勇者よ。子供じゃないもん。氷の勇者？聞いたことないな。むしゃむしゃ。ところで、人参はいかがです？人参の味、好きじゃない。やっぱり、子供ですね。何よこいつ、失礼ね。ちなみにチャブっていうのはデブチンって意味よ。どうも、僕はお掃除担当のウサギです。ビジビッと、忙しいウサギね。あなたがあの妖精たちを追っ払ってくれたのですね。そうでしょう？彼女らがトイレにしたいたずらは実によく私の仕事を増やしてくれました。おかげさまでもう増えることはありません。本当にありがとうございます。なんかごめんね、妖精のせいで。なんだ？黒板？わあ、この部屋すごい。ベッドまであるよ。ウサギは使わないだろうし、あたいのために用意してくれたのね。お初にお目にかかります、勇者様。私はこの列車の管理人でございます。管理人って何？この列車の書類事務やスケジュール管理を取り仕切っております。へえ、あんた字が読めるの？すげえ。何か書く必要がおありでしたら何なりとお申し付けください。ここがあたいの部屋か、いいわね。私が書いた黒板装飾はいかがでしょうか？文字は読めないけど、ウサギさんは可愛いわ。
ウサギが自分の顔描いてもこうなるのね。可愛いからいいか。申し訳ありません。トイレは今使いません。よく見たら最近話題の男女同じのトイレじゃないの。人類平等。あれ？さっきのデブは？うわぁ。ちょっと外してただけなのにどうしてバーがこんなに散らかるのよ。この耳はもしかして。人参倉庫からなくなってた箱まであるし、ウサギのドイツ化が全部食べちゃったに違いない。はぁ、手にももっと厳しくしてもらわないと、後片付けは全部私がやらなくちゃならないのに。うわぁ、もう休憩させてー。こういうの不倫っていうのよ。ケイネが言ってた。なんだろうこれ？やっぱりおうどんだったか。わぁ、誰です、耳を引っ張るのは。うわわぁ、人だったのか。私は忙しいの。今度は誰が邪魔を。あれ？あの勇者様でいらっしゃいますか？すみませんでした。てっきりまたウサギたちの悪ふざけかと。ああ、謝らなきゃいけないのはあたいの方だよ。そのシワシワのものが本物の耳だったなんてわからなかったの。っていうか、あんた誰？冷戦うどん芸人稲葉と申します。客室支配人をやっております。主にはこのバーの担当です。どなたにでも様々な飲み物をお作りしますよ。この列車で起こる一切合切と、ウサギたちの担当も私です。おうどんのこのスカート、後ろから見ても大丈夫なのかな？全く聞き分けがないし、私にいたずらして遊ぶのが大好きなんですけどね。結局のところ、全部私がやっています。うわぁ、もう休ませてー。は、私ったら勇者様に愚痴をこぼすだなんて。気にしないでよ。でもちょっと気の毒すぎるわね。うわぁ、この列車が走ることさえできていたら、なんてことないんですけど。休みを取りたいと切に望んでいますが、まだまだ身を粉にして働き続けることになるでしょうね。みんな、支配人に頼りっぱなしなんですよ。何かありましたらどうぞお申し付けくださいね、勇者様。力の限りを尽くしてお助けいたします。オッケー、あたいも頼らせてもらうわ。本当に休みを取るべきだと思うけどね。冷戦が仲間になった。じゃあこの列車が拠点になる感じなのね。そうだ、気づいてましたけど、勇者様は面白いアイテムをお持ちですね。こういったアイテムは戦いを有利に運ぶ助けになります。一度にたくさん持ちすぎるとむしろあだとなるでしょう。アイテム収集の管理をぜひ手伝わせてくださいね。そうか、これは装備アイテムだったのね。で、ここが装備画面か。スペルカードと装備品があると。装備コストに限りがあるわけね。今はコスト5つか。さっきのスペルはこれだ。つららの数が増えるやつ。で、これがフローズンレイと、グレイシアーシールド。一回だけダメージを防ぐ壁を張る。結構強いんじゃない？運動しようかな。でもやっぱビームって憧れるよね。フローズンレイにしてみよっと。氷漬けのカエル、雪の結晶をより高レベルで発射。姫の忘れがたみ、大ちゃん死んでないだろ。最初の勇気レベルが1増える。さすが大ちゃんのリボン、強い効果だわ。勇者あたいの滝江でもこのリボン大事につけてるもんね。天守のメガネ、より高レベルの氷の弾をいっぱい撃つ。降臨堂の天守がなくしたメガネ、かけると視界がぼやけるので、正確さを期してより幅広の弾幕応答。実際はデバフなんじゃないのこれ？勇者の印、メガ雪の粉、氷の勇者の栄誉の証、身につけた者の賢さを4倍にする。弾幕でさえ勝手に相手を追いかけるほどだ。すごいじゃない、マルキューの主人公補正。よし、降臨のメガネをかけよう。大ちゃんのリボンは、氷の勇者が被弾するたび、姫の片身を強く握りしめて己を鼓舞するのだ。こっちはちっちゃい月、勇者の周りを回って敵の弾幕を防ぐ。一番強くない？月の海の石でできているとされる。美味しい団子、最初の HP が1増える。これもいいわねえ。あ、間違えた。よし、こうしよう。大ちゃんのリボンと団子、コウモリの髪留め、ダッシュ時コウモリを3匹撃てるかも。コウマの投資から氷の勇者への贈り物。つけた者が危険に陥ると、この髪留めがコウモリに変わり、敵の周りへ襲いかかる。幸運の人参、被弾したりステカを使ったりしても勇気レベルが下がらないかも。かすかに幸運がこもったアクセサリー、道端にコインが見つかるかなくらいの幸運をもたらす。ウサ耳、近くの敵の弾幕を遅くする。冷戦をイメージして作られた。おお、面白かった。凝ってるわね。もぐもぐ。もぐもぐ。つまんないの。おーし、こんなところかな。こいつに話しかけたら次のステージだろうし。面白いねー。こだわりがすごくてなんだか嬉しいわ。どこまで配信できそうかちょっとわかんないんだけど、作り手さんの迷惑にならないように気をつけるね。じゃあまた今度ねー。なんかそこのボタン、押してから帰ってね。ここのあたいのおへそへのこだわりも感じるわ。